ママの後機関は、レオ・マッケリーが制作して、脚本の執筆にも加わり、ガーソン・ケニンが監督した、スクリューボールコメディの形を取った1940年の映画。主演は、アイリー・ン・ランで、船の遭難事故に巻き込まれ、熱帯の島で数年を過ごした後、夫と子供たちの元に戻ってきた女性を演じ、夫役は、ケーリー・グラントが務めた。物語は、 アルフレッド・テニスンの1864年の物語誌、イノック・アーデンの本案であり、主人公夫妻のセアーデンもそこに由来している。助演人では、主人公が突然帰還する直前にグランと演じる、夫が結婚する相手の女性をゲール・パトリックが、妻が救出されるまで孤島で数年を一緒に過ごした男性をランドルフ・スコットが演じた。 妻エレンが船の遭難で行方不明になって7年経ち、弁護士ニック・アーデンは失踪宣告によって妻が死亡したものとしてビアンカと結婚しようとする。しかし遭難後に無人島にたどり着いていたエレンが救出されたこと明らかになる。家に戻ってきた彼女はニックが新しい妻との新婚旅行に出立したばかりであることを知る。新婚初夜を迎える前に エレンは、夫の居場所を突き止め、夫はビアンカにどう告げればよいか、途方に暮れる。夫は、この不愉快な仕事をどんどん先延ばしにしてしまう。一方ビアンカは、ニックの奇妙な行動、とりわけ結婚の手続きを完了させようとしないことに、苛立ちを募らせ、精神分析家の小島博士を呼ぶ。ニックは、保健庁店員から、エレンが島で、スティーブン・バーケットという男と一緒で、 互いにアダム、イブと呼び合っていた仲だったという噂を聞かされ、ことはいよいよ複雑になる。ニックがエレンを問い詰めると、エレンは風采の上がらない靴のセールスマンをスティーブンに仕立ててごまかそうとするが、ニックはすでに本物のいかにも男らしい高男子であるスティーブンの正体を見つけていた。ニックはこの状況をビアンカと、 彼女が助言を求めた先進分析家の小暇博士に説明しようとするが彼らはニックの言うことを信じてくれないままニックは重婚の都がで逮捕されてしまう。法廷ではエレンの失踪宣告を出しニックとビアンカの結婚を承認したブライソン判事が今度は二度目の結婚を向こうとした。この時点までにエレンはもはやニックの気持ちが自分に向いているのかどうか。 わからなくなっていた。スティーブンは彼女に求婚し、一緒に島に戻ろうというが、エレンはまだニックを愛している。結末ではニックとエレンが和解する。日本語吹き替え、初放送1963年9月21日23時15分 TBS、週末名画劇場この映画は、ヒット作となり50万5000ドルの収益を上げた。 この映画は第13回アカデミー賞において原版賞、作曲賞に加えバンネスト・ポルグレスト・マークリー・カークが美術賞にノミネートされたがいずれも受賞は逃した。1940年から50年にかけて6回ラジオドラマ化が行われている。20世紀フォックスは1962年にマリリン・モンロー、ディーン・マーティン、シドチャルシー主演で サムシングズ・ガット・ツー・ギブという仮のタイトルの下、ジョージ・キューカー監督を起用して、この作品のリメイクの制作を始めた。撮影は、当初から、いろいろな問題を抱え、特にモンローがきちんと時間通りに撮影に出てこない、ことがその大きな原因となっていた。モンローは降板させられ、代役にディ・レミックを立てようとしたところマーティンがこれに、受け入れなかった。 1962年8月にモンドーが死去した後、改めてドリスデート・ジェームズ・ガーナーを主演とする配役で新たなバージョンとはいえ、旧版にかなり忠実なバージョンの作品が制作された。女房は生きていたというタイトルで1963年に公開された。未完成に終わったサムシングズ・ガット通記部は撮影済みのフィルムの一部が残されており、 レミックを起用した取り直しの場面もいくつかが残されている。ありがとうございます。